はい、皆様こんにちは、なりわでございます。今日ね、ちょっと今こちらを、プレイしているんですが、なんか面白そうな場面が撮れそうなので、これからちょっと、1時間ばかり、録画をしていきたいと思います。では早速、あれはクラゴンを倒しに来た船団ね。乗組員の中に機内がいるはずだわ。ねえ、あなたたち、そっちに機内って人いる？ん？あら、あの人たちなんか言ってるわ。遠くてよく見えないけど、うずら？上だ。いやおい、嘘だろ。よっしゃ、さあこのメンバーで戦えるでしょうか。頑張ってみましょうね。戦う、キラーって光ってるし、評判が。あ、連携プロプレイですね。連携プレイだ。これってプレイの時って映像が綺麗ですよね。こんなでかいね、化け物を相手に戦うわけですからね。で、相手の MP や HP がわからないんで、うわ、一発のダメージが大きすぎますね。これはちょっと回復を得意とする人を、どうしましょうか。こちらに向かって、カメとここを入れ替えますかね。
とどれぐらいスピーは残ってんでしょうね、この相手。点数悪くないんですけどね、それにはバーをかけてもこう、そう、これはなんじゃないのと思っちゃうんですよね。こういう手をね、回復することが忙しくてなかなか倒せませんね。腰に抜かしちゃいましたよ。この辺の回復力はすごいです。ローちゃんだけど、ローさん、この足が、過去の足がすごい。金はいい加減腰抜かしから戻、あ、戻りました。あ、勉強するです近ですね。そうだ、ストーリー生き返らすの忘れてました。倒せたの？やった、よかった。4ポイント、スキル4ポイント大きいですね、今回ね。全員に船が壊れるか。グッバイよ、暴れん坊さん。いや、どこの誰かわからんが助かった。梅に落ちた村の衆も皆無事さ。あんたらのおかげさ、ありがとうね。礼と言っちゃなんだが、今夜村で化け物以下の討伐祝賀会をするさ。ぜひ参加してほしいさ。村の女たちが運命ごちそうたーっとこさえて待ってるさ。さあさあ一緒に村へ帰るさ。問題の彼はいつこう。それにしてもシルビアの船はすごいですね。
ちょっとスケールを見てみましょうね。どうやら人によって随分と偏りがありそうなので、ちょっとスキルはね、これ神は5、神業ですか。5じゃどこもダメみたいね。じゃあベロニカさんは魔導省というところで、ここですね、ここでいいのかな。ここはどうしよう、これにしようか。これは攻撃なんですね。これはこれも攻撃だから、こっちに行っておきましょう。これは大きいですよ、センギャーさん3ポイントで行けるとこあるのかな。3ポイントで、もう無理ですね。無理ですね。シルビアさんはどうでしょうか。どこ行きましょうか。こちらはいいのかしら。こちらがいいんでしょうか。これは足りない。でしょうかね。どうさ、5で行けるとこございますかね。これか。行きますね。ということで、まず、ここね、この中に何かあなたか、あ、この方ね、機内のことを聞いて回ったけれど、この酒場には来てないみたいね。ロミアが白の入り江で待っているわ。早く機内見つけてあげましょう。そうですよね。あとは
フィン。機内を探すのでしょ。私も手伝うわ。あら、ベロニカじゃない。そんなところで何してるの。宴会の席に子供いちゃダメだって。酒場に入れてくれないのよ。どいつもこいつも頭が固いんだから。二人とも木の絵探すんでしょ。私暇してるの。一緒に行くわ。クラゴン討伐祝賀会だってのにさ、木の絵が一人で討伐に行ったさ。壊れた仲間の船を直すと言っていたね。船を直すと言っていた。倒してくれた旅人さんか。おかげでまた寮に出られる。ありがとうな。しかし宴の主役が席を外したら村の奴らが寂しがるぞ。一体こんなところで何してるんだ。え、機内を探してる。ああ、それなら俺が機内だが。すまないが全く身に覚えがない話だ。お母当たってくれ。しばらくくれんじゃないわよ。ナギムーナの村の機内って言えばあんたしかいないじゃん。まさか今さら人魚との結婚が嫌になったとか言う気じゃないでしょうね。おい、お嬢ちゃん、この村では人魚人魚と気安く言わん方がいい。あんたらが探してる機内ってのは俺の祖父機内ユキのことだ。あんたら人魚の呪いを知ってるか。そのお話ならあんたのお母さんに聞いたわ。でもあんな作り話今は関係ないでしょ。ロミはあんたを待ってるの。その作り話に出てくる村一番の漁師が俺の祖父木内ユキのことだと言ったら。いい、あの話はな、50年ほど前にこの村で実際に起きたことだ。教えてやる。あの話の続きを。漁師が村を追われて10年も経った頃だ。祖父の許嫁だった女ナナトラは別の男と結婚し子供を授かった。人魚の呪いも祖父のことも人々の記憶から薄れていった。そんなある日のことだ。村の漁師が大嵐に巻き込まれた。祖父の時と同じ、いやそれ以上の ひどい嵐だったと聞く。その大嵐でたまたま船に乗り合わせていた村長のダナトラの夫が死んだんだ。それから後を追うようにダナトラとその子供も行方不明になった。村人たちは噂した。機内ユキを手に入れられなかった人魚の呪いに違いないと。
村人たちは機内を問いただそうと手に手に松明を取り、シジムヶ浜の小屋に押しかけた。その時彼らが見たのは信じらんない光景だった。一人でいるはずの祖父がずぶ濡れの赤ん坊を抱えてぼーっと立ってたらしい。村人たちはその赤ん坊を人魚の子だと恐れ、一層祖父を避けて暮らすようになったというわけだ。じゃあ、あんたのお母さん、人魚の子供なの？それならあんたも人魚の？バカ言うな！俺の母は人間だ。海辺に捨てられていた赤ん坊を祖父が引き取って育てたんだ。人魚の子などバカらしい。村の奴らが好き勝手に噂してるだけだ。いい機会だ。人魚が祖父を待ってると言うなら、そいつに渡してほしいものがある。村の反対側にあるシジマガハマに来てくれ。教会の裏の扉を通ればすぐに着く。扉の鍵を開けとくからな。50年も前の話だったんですね。シジマガハマに行かなくちゃですよ。先ほど一人の漁師さんが思い詰めた表情で教会行かれましたわ。まあ、あの方がキナさんでしたのね。でしたらロミアさんのことを聞いたはずなのに、なぜ暗い顔されていたのでしょうか。ここですね、教会は。この裏を通れとおっしゃってたわね。先ほど息子がここを通りましたぞ。いつも物静かな子なんじゃが、怖いくらいに沈んだ顔しておった。裏口の扉の先は村の墓地で、死者の魂が海へと帰る場所でな。この一帯ではシジマガハマと呼ばれておる。あの子あの浜が嫌いでの、めったに近づくことはなかったのじゃが、何かあったんじゃろうか。ここから上がるのかしら。このベールは俺の祖父が残したものだ。母が言うには祖父が死のとこで握りしめていたらしい。俺はどうしても捨てられなかった。あんたの話が本当ならその人形に渡してくれ。機内ユキは死んだと伝えてくれ。綺麗ですね。さっきは取り乱してすまなかった。俺たち家族がこの村で暮らしていくのは楽なことじゃない。俺の母は祖父が死んでからやっと村の男と結婚できた。後ろ指を刺すやつもいたろうに、今じゃそれをネタに紙芝居なんて読んで小遣い稼ぎしてるんだ。強い人だろ。俺は人魚が憎い。俺の子孫にはもう人魚の呪いを下げ済ませるような人生を送ってほしくない。ようやく俺も船に乗れるようになったんだ。悪いがこれ以上過去の呪いを蒸し返さないでくれ。
ということなんですね。ということは、ルーラでいけるかな。前は前回ね、このゲームをしてた時にこのルーラっていうのがよく分かんなくて、使ったことがなかったんですね。だいぶ後になって使うようになったんですけどね、こんな方法があったなんてもう一度やり直してみて分かったことなんですけどね。それでは白の入り江に向かいますかね。海からは一人に行けないんですかね。どうなんでしょう。ルーラ。あ、行けるじゃないですか。はい。行けるなら行きましょう。ここではなくて、あれ、こんなとこでしたっけ。あ、いらっしゃった。お帰りなさい。ずいぶんとお戻りが遅いから私とっても心配してましたわ。もしかしてあなた方や機内のみ何かあったんじゃないかって不安で祈りの歌をずっと歌っていたのって。ごめんなさいね、長旅でお疲れなのに。私たら、それでどうだったかしら。機内は元気でしたか。私を迎えに来てくれる。でも変ね、なぜ機内と一緒じゃないの。先に行ってくれと機内に言われたの。いいえ。どうしたのフィンさん、ずいぶん返事に困ってるみたいだけど。私早く機内のこと知りたいわ。機内は死んだ。フィンさん何を言ってるの。いやよ、そんなことってないわ。あ、フィンさん、その手に持ってるものは何ですか。ロミオに約束のベールを渡した。え、あの人が、機内がこのベールを握って死んでいた。嘘よ。だってあの人は必ず迎えに来ると約束してくれたもの。ごめんなさいフィンさん、私は彼の死をこの目で確かめるまでとても信じられない。あなたが会ったと生きないに会わせてください。私をナギムーナ村に連れてって。フィンさんは私に構わず船を出してください。私は後ろからついていきます。お願いです。じゃあついてらっしゃいませ。私は聞かせてもらったでガスが、ロミア姉さんを麦村に連れて行くでガスか。はい、よし来た、足に任せておくんでガス。人が来ないようですから、私はここで機内を待っています。何度もわがまま言ってごめんなさい。機内を連れてきてください。どうかお願いいたします。じゃあお待ちくだされ。これはルーラ。あ、ダメなんだ。
そうそう、ルーラーは使えない場所もあるわけですね。ここは取っとこ、行くしかないですね。ここにはいないでしょ、ね、ここにはいないでしょ、ここじゃないでしょ。小学校のね、チャイムがね、鳴ってますね。機内はあそこまで行かないとダメなんですね。はい、これはもうひたすら取っとこ取っとこ、行くは行かなくちゃなんないでしょうね。そこを出て右、で、ここに繋がります。こちらですね。はい、あのベールを人魚に渡してくれたか。そうか、ベールを渡してくれたんだな。本当にありがとう。嫌な頼み事して悪かったな。お礼に俺ができることはないか。簡単な雑用でも船の修理でも何でもやってやるぞ。え、シジマヶ浜に来てほしい。変わったやつだな。あそこは何もありゃしないぞ。まあそんなことでお前の気が済むならいいだろう。早速行くとしよう。ルーラー行ける？西島ヶ浜にいちらほちら行くしかないのね。あ、ついてきてますね。ついてきておくれよ。なんでここに来たんだろう。ここじゃないか。ここですね。こんなところに連れてきて一体何だってんだ。機内、機内なの。ああ、俺が機内だが。そんな人魚、本物なのか。あなた機内じゃないわ。あんたが探してんのは俺の祖父だ。あの人はもういない。ここで死んだ。機内はこんな寂しいところで一人ぼっちで死んでいった。人魚は500年時を生きる。人間の一生は私たち人魚にとって一瞬であることを忘れていたわ。あれからそんなにも時が過ぎていたのね。
ひいさん、最後まで私のわがままに付き合ってくださって本当にありがとう。お礼の品はシロの入り江に置いてきました。直接渡せなくてごめんなさいね。私も行くわ。待っていたわ。手は同じなのね。機内と同じ手をしてるのね。陸に上がった人魚は青となり消える。それが人魚の掟。最後に機内と会えてよかった。もし私が人間だったら機内と共に生きられたのかしら。さようなら。あの姿どこかで見たことがある。あれは確か祖父の小屋に。これは手紙？祖父の手紙だ。愛する人へ。君に助けられたあの嵐の日から君を迎えに行くことだけを支えに生きてきた。それはもう終わりにしようと思う。すまない。俺は約束を守れそうにない。あれは俺が村を追われて数年後のことだった。ひどい大嵐でたくさんの人が死んだ。村長とダナトラの夫も犠牲になった。その数日後、シジイマガ浜の崖の上に赤ん坊を抱いて立ってる女がいたんだ。その女はかつての許嫁ダナトラだった。トラは生きる希望を失っていた。大きな悲しみを抱えた彼女に俺の声は届かなかった。彼女は俺の目の前で海に飛び込んだんだ。俺は二人とも助けようとした。だが救えたのは赤ん坊だけだった。機内、体は本当にもういいのね。あ、ロミアのおかげだ。もうすっかり元気だよ。
ない、私いつまでもここであなたを待っているわ。この子には俺が必要だ。すまないロミア、俺は俺だけ幸せになるなんてできない。人魚の呪いの言い伝えは俺のように愚かな人間が二度と出ることのないよう戒めとして村に残した。君の仲間を貶めるような皆の言葉を許してほしい。君はまだあの入り江で俺を待っているんだろうか。俺はもう君を迎えに行く資格がない。だがこれだけは信じてほしい。君を愛している。今までの無礼を許してくれ。ロミアに会わせてくれてありがとう。今ならじいさんの気持ちがわかる。恋をしてしまいそうだった。さてと、いろいろと面倒をかけちまったがありがとうな。あんたのおかげで目が覚めた。俺は伝説の人魚よりも人魚に見入られたじいさんを心のどこかで憎み恥じていたと思う。今ならじいさんの気持ちがわかる。恋をしてしまいそうだった。そうそう、さてとお待ちください。なんかあそこで。マーメイドハープを手に入れた。手紙も入っている。フィンは手紙を取り出し読み始めた。フィンさんへ。あなたがこの手紙を読んでるということは私の身に何かが起きたのでしょうね。最後まで迷惑をかけてごめんなさい。フィンさんは私が知る人間の中で機内の次に優しい人です。お約束通りあなたを海底へお連れします。手紙と一緒に出たマーメイドハープがあなたを未知なる世界へ導くでしょう。ソルチャ運河を抜け、ウッチ海の中心にそびえる光の柱でハープを使ってください。不思議な形の岩場がその目印になりますわ。海底王国に着いたら私は幸せだと女王様によろしくお伝えください。本当にありがとうございました。ロミアより。さ
というと、そうなんですね。はい。ということでね、皆さんね、ここのところの場面がね、前回実況した時もとっても私ね感動した場面だったんですね。でちょっと今回はしばらく実況していなかったので調子も悪いですし、なんかねあまり雰囲気がつかめてないようなセルフになってしまって申し訳ございませんが、お楽しみいただけましたでしょうか。では光のね柱のところまでは録画、こちら実況をご視聴したいと思いますね。で、こちらにつきましたら、こちら録画をね閉じさせていただきたいと思います。本当に皆様にはねこちらも撮っていれば本当に私の不手際で、あと少しというところで今まで撮れてきた、データをね全て消去してしまったために、こうして最初から、やり直している次第でございますね。少しずつではございますけれども頑張ってなんとか一日も早く前回と同じように、最終的な目的地にたどり着くように、頑張りますので、どうか長い目で、こちらのハリオのチャンネルを見てやってくださいませ。今ねプレイをしていても、結構思い出深い、シーンでございましたね。今度、目的地に着きましたら、まず、みんなの、回復をしないといけないですね。全員が、元に戻る。あそこで全員回復したんでしょうか。レベルが全部というか HP ともに満タンでございますね。ちょっとここでメンバーの、入れ替えをねちょっと試みてみたいと思いますね。入れ替えでここはやはりフィンがいてもらわないと困りますね。あとはどうしましょうかね。セーニャ24、ローさんが24、シルビアが23。ああ、じゃあ上にいる方たちは、ベロニカ、カミュー、マルティナともに25なので、ここは全員、ちょっと入れ替えたいと思います。ロウさんをここにしましょうか。ここと、ちょっと待ってください。そして、この方とベロニカを入れ替えて、これで、全員をね、レベル25に上げるまで、ちょっとこのまま、その前にちょっと強さを、全員、ちゃんと回復しておりましたね。じゃあこれで安心して、いけますね。あの光ですね。あそこでハープを弾けばいいわけですね。
ということで、さてさて、一行はね、海底に、たどり着いたようでございますね。その景色をお見せして、今回は、海底王国ムーレアの船着き場でございますね。ではここで皆様とはお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。なりわでございました。では。